楽しげにアスファルトを跳ねる王女様を見て、お姉様は小さくため息をつくのでした。おかしいのも無理はありません。パトリシアさんは有頂天でした。初めて思春期が訪れたのです。一体何が起きている。新しいキャラクター来たね。はあ、さっきの女の子何だったんだろうな。不思議な子だった。ちゃんと家に帰れただろうか。心配だな。ぼーっと空を見上げながら投稿していると、遠くでチャイムが鳴る。げ、やば、遅刻遅刻。急いで走り校門前まで差し掛かる。こっから堂々と入ると面倒な風紀チェックがある。まだ新学期も始まったばかりだし、多分今日も。おとなしく近くの茂みに隠れ、往復前進で進む。塀をうまく乗り越える。ガサガサっと這いつくばりながら茂みをくぐっていけば、マイナス5センチ。声が聞こえてくる。マイナス6センチ。頭上から女の子の話し声がする。そしてさらに進んでいくと、え、女の子の下着が見える。でもまずい、あの下着は得したというより不安の方がはるかに大きく。やばい。5センチ。さっきの子が6センチだったから。この声は黒木。大変ですね黒木先輩。でも生活指導にやられなくてよかったね。うん、男に測られたらマジ地獄。こっちは4センチ。はい、次の人。それは定期的に行われる風紀委員による素行調査でした。これは字幕を隠していいのだろうか。なんか YouTube にもニコニコ動画にも怒られそうだな。いやでも世界の任天堂が許しとるからな。どうしよう。いやでも左上の太ももの方がいいな俺は。行っちゃえ日産。わーい。最近の学内風紀にもデジタル化の波が押し寄せ、データで示すことが肝心とされています。ちなみに膝上20センチに対してマイナスかプラスかで判断します。って膝上30センチ。ちょっと30センチはまずくないですか。何言ってんですか、普通ですよ。にしても30センチってもはや見てくださいと言ってるようなものでは。大丈夫ですよ、男子は野球かたこ焼きにしか興味ないですって。そういうものでしょうか。本当だよ、何を根拠に。あれじゃない、男子って胸しか興味ないって話だし。お尻は大人になってからだってお父さん言ってた。お父様の教育方針をどうこう言うつもりはありませんが、見られているかもしれないという自覚は持ってください。今まさにお前のようにな。大丈夫ですよ、うちらのは男子見ませんから。逆に黒木さんのなら見たいって人いるかもですけど。みんな一緒です、気をつけてください。はい、次の人。これ以上は進めない、もう遅刻しよう。ゆっくりと交代、茂みの中で息を潜めていると、ガサッ、ゲッ。野良猫が俺の顔をじっと見つめてくる。バカ、見るな見るな、あっち行け。にゃー、かわいい、猫がいる。うわー、人間もいる、なにこいつ。静かに。黒木さん、やばいのがいます。違うんだって、俺は。何をしてるんですか君は。頭上から声、終わった。這いつくばって何をしてるんですか。黒木さん、この男私たちの見てたんですよ。静かに。見たとは。黒木の静止をよそに突発的に絡んでくるその他大勢。上履きだけっぞ俺。またすごいの来たな。待った待った、女の子はそんなことしちゃ。いけないんですか。え、男子だったら物投げていいんですか。
朝から色目使われてスカートの中見られても女子は我慢しろってことですか？その他大勢はとてつもない強さで俺を取り囲む。セクハラ、セクハラ発言。お前は、お前は、いや、見てないって、見てない。ヘラヘラすんなよ。絶対絶命でした。はい、静かに、静かにしてください。黒木の静止だけが頼りだ。あー、泣いちゃった、泣いちゃったよ。平等じゃなくない？なんかツイッターを見とるような気がす。な、え？突然放たれる不穏な平等主義。見たなら見せなよ。平等じゃなくないですか？脱げって、え？俺？見る権利あると思います。いや。違い方形、違い方形。いつの間にか女子が集まり、校門前は一大デモとかしました。こうなると男子にはどうすることもできません。はい、静かに。この件は私が預かります。何なんだあれ。強烈な臨死体験だった。E組です。E組。県内屈指の名門校から進学してきた特待生クラスの女子、その偽らざる姿があれです。パンツ超見えてたじゃん。特待生が誰でも地味だと思わないでください。そこに関しては要注意の子もいるんです。でもお前もE組だったよな。それが何か？よくやっていけるな。黒木美智さんは暴れん坊な女子が集まる市の E 組をまとめ上げる存在です。風紀委員としての評価はここのところうなぎ登りであり、多くの男子が彼女に捕まりました。最近では盗聴器を仕掛けようとした教育実習生を捕まえ、一躍ヒーローとなったばかりでした。ちゃんとした犯罪で、見たんですか、見てないんですか？それはパンツの話だよな。こいつの前では隠し事してもしょうがないし、見ました。ではそちらへ。そちらって？意を決して飛び込む。救いの手は決して甘くなかった。済みましたか？めちゃめちゃ叱られた。悪いことをしたのですから怒られるのは当然です。きつく睨まれる。スカートの件に関しては風紀調査の一環として毎学期実施していますから。大変そうだな。誰かがやらなくてはいけませんから。責任感の塊みたいなやつだ。やっぱり少し短いかもしれませんね。そう言って自分のスカートをつまむ。でもさ、男なら気になるよ。この制服かわいいからって入る子もいるだろう。人気はあります。しかし私は反対です。ここの校風は気に入っていますが、制服だけは好きになれません。かわいいんだったら目も行くだろう。ですが君にその気がなくても、男子の視線は浴びる場所によっては驚異的なストレスだったりするんです。じゃあなんで店パン履くの？女子がみんな店パン履いてるわけではありません。確かに黒木は店パンではなかった。真面目な性格ゆえの本物パンツだった。こういったことが起きないよう、まずはデータを取り、スカートの丈を長くすべきではないかという提案をするためにですね。黒木のありがたい説教が始まる。こうなると長い。はい、確かに。相槌を打ち続ける。なるほど、確かに。確かに。はい。すいません。はい。ああ。確かに。はい。はい。あの下着のせいで話は頭に入ってこないが、あたかも聞いている風に。はい。あ、はい。はい。確かに。はい。あ、はい。確かに。はい。あ、はい。では、これを。
気づけば説教が一区切りついていた。そして黒木がカバンの中から取り出したもの、それは一通の手紙だった。やけに可愛げのある封がしてある。待って、何この手紙？全然聞いていなかった。君に告白しようって子からの手紙です。マジか、全く聞いていなかった。いつもの説教だと思っていた。受け取ってください。スッと差し出される可愛げのある封筒。でも待てよ、あのさ、はい、これって俺が受け取った瞬間捕まったりしないよな。おとり捜査じゃないんですから。異性との交友がどうとかで捕まえたりしないよな。渡してるだけです。じゃあどうも。受け取る。昼休み屋上で待ってるそうです。忘れずに。昼休みっていつの？今日です。突然だな。モテますね。いやー、それほどでも。鼻高々ですか？まあ嬉しいっちゃ嬉しいよ。女の子に告白されるなんてそうそうない。昼休み屋上です。忘れずに。ああ、絶対行く。そして一人になった俺はもらった手紙をペリッと開ける。エロ本を開けるのとはわけが違う。女の子からの手紙だ。大切に封を開く。差出人は誰だろう。な、何してるんですか。いや、手紙誰からって気になって。今見なくてもいいじゃないですか。大げさだな。いつ開けようが俺の勝手だろう。だってそんなの誰からって決まってるじゃないですか。便箋に書かれている文字。昼休み屋上で待ってます、黒木みち。え、黒木って。あ、いや、その、かわいいな。好きなんだよな。黒木大好きなんだよな俺。お前？だってそんなの誰からって私からに決まってるじゃないですか。え、ああそう、そうなんだ。私以外君に告白する人がいると思ってるんですか？え、まあ、え、どういう？鼻高々ですか？うん、うん、鼻は普通。いや、どういう？だからそのお昼休みはちゃんと忘れないように。これが検挙率ナンバーワンのおとり調査。あ、ちょっと、なんで逃げるんですか？危ないところだった。間違いない。このままうっかり昼休みに屋上に向かえば、あいつに告白られてその瞬間捕まるんだ。不純異性行為の現行犯逮捕だって。黒木、お前の可愛さはノルマ達成のためにあるんじゃない。見つけましたよ。げ、まだ返事もらってませんから。返事なんてできるわけないだろう。その時俺の脳裏には黒木の手紙をテストの0点取った時の証拠隠滅のように紙飛行機にして飛ばしてしまおうという童心丸出しの考えが浮かんだ。じゃあこの手紙は紙飛行機にしてっと。ちょっと、せっかく書いたのに勝手に離陸とか何するんですか。あ、ちょっと。乗客乗員全員無事です。紙飛行機を手渡された。頼む、ノルマ達成のために俺をこんな雑な手段で捕まえないでくれ。雑とか言わないでくれませんか。真剣に書いたんですよ。かわいいな、かわいいな。君のこと考えてちゃんと字とか封筒とか選んで。でも風紀委員がこういう手紙を書くのは。こういう手紙？ほら、告白みたいなさ。告白？もしかして私が君に告白するとでも？違うのか。
とんだうぬぼれですね。困ったものです。これは呼び出しです。呼び出し？何の？告白の。告白じゃん。違う、告白の練習です。何本番だと思ってるんですか。んだよ、新情報ばっかだな。もう怪しすぎる、誰も信用できない。男の子は長い文章とか読まないと思って。長いって例えば？この手紙、初めは5万文字でした。まるで作文コンクールだ。つうか屋上に呼び出すだけでよくそこまで膨らませられるな。女の子の告白って壮大なストーリーだと思いませんか。重っ重っ。なんで半笑いなんですか。だいたいさ、お前俺のこと好きじゃないんだろ。はい、別に私君に特別な感情は持っていません。じゃあ他の人に頼めよ。それこそ告白練習なんだったら女子でもいいだろう。警戒しながら後ずさる。あと少しで逃げ切れる距離。待ってください。逃げないで。怖くないですよ。私は別に怖くないですから。せめて理由を教えてくれないか。どうして告白の練習をしようって思ったのか。うちのクラスに三日吉さんっていう子がいるんですが。さっきのあのやべえやつか。やべえやつか。三日吉さん。その三日吉さんには告白したい相手がいて、ずっと悩んでるんです。三日吉さんは重量挙げの選手だったんですが、怪我をしてしまって以来自分に自信がないみたいで。だからあのフォルム。そんな時に恋をしてしまったから余計辛いみたいで。うおばき投げっぞの子か。うおばき投げっぞの子だ。表向きは強がっていますが、実際はすごく乙女なんです。黒木ちゃん、恋って重いね。あげろよ。気づけば手がブルってる。この私がさ、手がブルっちゃってさ、持ち上げられないんだよ。何うまいこと言ってんだよ三日吉。持ち上げられないというのは具体的に何キロでしょうか。お前アホか。え、単に体を鍛えることで解決できるのではないでしょうか。いいね。もし無理ならテコの原理でいいですか。支点があって力点があって。ひどい。ひどい。ひどい。ひどすぎる。三日吉さんを泣かせてしまったんです。お前泣かせたやん。平等平等平等。お前が悪い。私初めてじゃないんです。人の恋愛というものに対して相談されたりアドバイスを求められた時、ほんの雑談でも誰かを傷つけたり泣かせてしまったり。真面目で素直なんだよ。私はその人のためを思って話をするんですけど、どれもうまくいったことがなくて。正直三日吉さんの気持ちは分かりません。なんで分からないんだろうって、なんで泣かせてしまうんだろうって真剣に考えたんです。そしたら私、人を好きになったこともなければ告白すらしたことなかったって気づいて。重量上げもしたことないだろ。あ、本当だ。不器用なんだな黒木。それで責任感の塊ってもう大変だな。困っている人は助けたいです。でも私は彼女を傷つけるばかりで。三日吉さんも何を言われても泣いちゃうような精神状態なんだよ。そこでプレイボーイの半田君に対して告白の練習をしてみようかと。プレイボーイ？違うんですか？君の周りにはいつも女性がいますし、てっきりプレイボーイかと。童貞だよ。ギャッ！なんだよ。今耳鳴りが。耳鳴りが。失礼だな。別に悪い言葉じゃないだろ。ご存知かもしれませんが、私いかがわしい言葉を聞くと耳鳴りがするんです。胸が大きいとか形がいいとか
私の彼は野球選手とか？あ、それは大丈夫です。下半身はすっかりオープン戦。頭が…って、こらこらこら、私で遊ばないでもらえますか？そもそもなんでプレイボーイである必要が？三日吉さんが好きな人がプレイボーイだからです。だから私はプレイボーイでシミュレーションした方がより正確な結果を出しやすいのかと。およ？そもそもプレイボーイって言葉もどうかと思うけど。でもな、黒木、変なとこ真面目だからな。ほっといたら軽いチャラ男に練習相手を頼んで嫌な思いするんだろうか。それはそれで後味悪いな。じゃあ昼休み待ってますから。ツンと人の頭をつついてくる。もう練習始まってますからね。かわいいやつだな。おい、廊下の向こうに消えていく黒木。規則規則と言いながらも自由奔放と真面目の間で揺れる子。黒木、お前本当なんで風紀委員になったんだ。誰じゃ騒いどんのは。すいません、体育教師には俺だけ怒られた。奈良と王女と野良猫ハート。